はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、炎次郎さんがお土産の油そばの販売を始めたので、早速ね、購入させていただいて今日は食べていこうと思っております。こちらのメニューはですね、油そばなんですけれども、豚ありと豚なしの2種類がありまして、今回買わせていただいたのは豚ありの方でございます。で、内容なんですけれども、まずはこちらの自家製麺ですね。多分ね、さっき測ったところ1キロぐらいあるみたいです。こちらと油そばの返しと油が入ったパックですね、これが3パック。すっげー、これ塊肉丸々1本入っております。それプラスね、なんかちょっと今スーパー行ったらいろんなね、美味しそうなデザートがあったんで、それも一緒にね、今日は食べていこうと思っております。はい、ということで今日も湯煎から始めたいと思います。まずはね、こちらのチャーシューと返しのスープですね、これをまとめて湯煎していきたいと思います。今日切っていくトッピングはこちらでございます。まずは玉ねぎ、にんにく、生姜にん、キャベツでございます。今日はね、玉ねぎは半分みじん切りにさせていただきました。見て。そしたら続いてにんにくですね。今日はちょっとにんにくを多めで。はい、にんにくもこんな感じでございます。そしたら続いて生姜ですね。はい、そしたらこちらも完成でございます。そしたら最後にこちらのキャベツですね、とりあえずざく切りに一旦移して、もやしと、はい、そしたら今日もね、あとは麺を茹でていくだけですので、今日も寸胴ちゃんの出番でございます。よいしょ、火にかけちゃう。はい、今日もこのまましばらくお湯が沸くまで待ちたいと思います。その間にこの子でゆっくり待ちたいと思います。はぁ、うまい。ってことでお湯が沸きましたんで、早速ね、麺を茹でていきたいと思います。野縁さんのこれ自家製麺なんですけど、大好きで、やっと増えると思って、もうめちゃめちゃ今日嬉しいんですけど、約ね、茹で時間は6分ほどになるそうです。でも入れる前に、はい、今日もすり鉢、はい、スーパー強い。時間が足りなくなりそうなんで、先にね、チャーシューを切っていきましょう。チャーシューはこんな感じでございます。すげえうまそう。これ丸々1本今日は使っていきます。うわ、うまそう。早く食いてー。ではここに麺を投入していきたいと思います。で、6分と。その間にね、ちょっとこの野菜をこっちのフライパンで茹でていきます。先ほど温めていたこちらの返しをね、すり鉢に入れていきたいと思います。よいしょと。あとね、残り時間1分切りましたんで、野菜をまず湯切りして、はい、切り、あ、切った。で、麺をすべて揚げてと。よいしょ。で、麺をね、しっかりと返しに絡ませてあげてください。うわ、うまそう。いいよ。ちょっと買ってきたメンマで、今日結構ジャンク系なんで、マヨネーズもいっちゃおうかと。最後、かつお節を。はい、これで茶色だらけの特製油そば完成でございます。はい、ってことで今こんな感じで完成いたしました。こちらがね、
八重さんの油そばと、あとね、さっき言った甘いもの類、こんな感じで今日は揃えておりますんで、一緒に食べていきたいと思います。はい、いただきます。何からいったらいいんだろう。ちょっとチャーシューかな。じゃあ、こんな感じ。うまそう。もうね、油ブリンブリンなんですよ。うまそう。うまっ。え、うまっ。お肉ブリンブリン。うめっ。麺いきたいけど、また今日もいろいろ盛りすぎちゃったな。野菜を。うん。はい、溶かして麺を。いいよ。うん。この色うまそう。うまい。うん、さんの麺うめえ。なんかね、知ってるんだけど答えが出ない。なんかよくわかんないけど、なんか爽やかな風味がする。何の香りだろう。やだ、今日も幸せ。やった。うん、うまい。知ってるけどこの香りは誰だ。答えがわかりません。麺が重い。よいしょ。まんま。今日麺も1キロぐらいなんで、なんか、ね、いつもよりさらっとなくなっちゃいそう。今日は早速出したいと思います。ちょっと合間に甘いものも挟もうか。これシュークリームでいい。これはまあ、うん、またこの見えるかな、茶色い感じがたまんないよね。うん、ちょっと足りないな。よいしょよいしょよいしょ。はい、マヨが足りません。いいよ、うん、ニンニク生姜も全部混ぜ合わせて。そこ、そこにいた麺はあっち。そしたらちょっとその間にデザートのチョコケーキを。よいしょ。こういっちゃう、もうこういっちゃう。そしたらもうショートケーキもいっちゃうよ。ショートケーキはこんな感じ。よいしょ。うん、
今日も生卵さんの出番でございます。いや今日はこんな感じ。まあめっちゃうまい。卵は完食でございます。でも残りもこんな感じでもうちょっとだね。じゃあスイッチ挟むか、挟もっか。フレンチクルーラー、多分そんな感じのやつ。うんま、これなら10フレンチクルーラーいける。うまい。でもなんでだろう、なんか甘いもん挟んでるからかな、お腹いっぱい。あれ、うん、これうまい。ゴリゴリのチョコだ。あ、うまっ。やっぱり。そしたらすり鉢の方はこれが最後でございます。ちょっと休憩にコーラ。この状態からのスイーツは重い。最後これだね、焼きプリンモンブラン。いや、ごちそうさまでした。はい、ってことで今ね全て食べ終わりました。ヤヘンさんのよかった、うまかった。ただ自分でねこうマヨネーズ加えたりとか、豚も一本あるんでね結構ハードな一杯になったんですけど大満足でした。ヤヘンさんのね持ち帰りについては現在5月の2日から試験的に販売を開始しておりまして、詳細はねヤヘンさんのツイッターの方から確認できますので、そちらの方ぜひご確認ください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。